ねこのさリップの色めっちゃ可愛くない？ちょっと私口ちっちゃいので分かんないと思うんですけど、めっちゃ可愛くない？マッチで可愛くない？可愛くない？これはあのイヴ・サンローランラブシャインリップスティックの203番です。発売したばっかのやつ、ばっか可愛い。毎日つけてる。ねしかもさめっちゃ髪伸びたと思わない？りょうか、やばくない？だって見て、これ地毛でこの巻いてこの長さだよ。本当に伸びた髪。あの本当に最近 TikTok に出てくるイケメンがみんなロングって言うんですよ。イケメンが最近ねみんなロング好きっつってるので、ちょっとロングにしてみたいと思い伸ばします。で今ねこの長さだから髪色もねめっちゃ遊んでるんですけど、今はオレンジ、本当はピンク入ってるんだけど、髪の毛の色もちょっと暗め、落ち着いて暗めにしたいと思います。本気でちょっとイケメンゲット大作戦、彼氏にゲット大作戦していきたいと思います。本当にしょうもない、なんかかわいそう、こんなこと言ってんのがっていう最近の、事情でした。はい、すいません。せーの、ジュースりょうかです。はい、今日はですね、今ね深夜の1時でございます。はい、今日はですね私の1週間コーデを紹介していきたいと思います。なんかインスタだとねよく私コーデ載せることがあるんですけど、一応ブランドさんとかはタグ付けしてるんですけど、みんなに1週間ちゃんとコーデ見せることとかってなかなかなくて、プライベートの服とかだと本当にほぼ載せないっていうことが多いので、今日はちょっと私の私服をね YouTube で見せていきたいと思います。初じゃないこれやるの。結構私服聞かれること多かったり、 TikTok で着てる服これ何って聞かれることとかが多いので、今日1週間分紹介できたらいいなと思います。どこのブランドとかもいろいろ言っていきたいと思うので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速やっていきます。レッツーゴー。はい、まず今日のコーデがこちらです。じゃーん、めっちゃ可愛くない？こんな感じです。はい、今日はですね全身エモダコーデでした。はい、あの私といえばエモダとか言っちゃったらちょっとあれなんですけど、っていうぐらい本当にエモダがね大好きで、私インスタにもいっぱいエモダの服紹介してて、毎シーズンね展示会にも行ってるので、ちょっと今日の動画でエモダいっぱい出てくるかなって思うんですけれども、まずこちらのシャツめっちゃ可愛いの。てか水色、本当に今年水色ブームやばくて、多分すっごい水色これからもね夏も着ると思うんだけど、ここがねゴムになってんの、このリブがねポイントで、めっちゃ可愛くない？本当に大問題。でスカートはこのねプリーツ、エモダのプリーツスカートって本当に履きやすくて、丈感もちょうどよくて、一番ね細く見せたいところにこうちゃんとウエストがフィットしてくれるので、スタイルがね爆漏れします。足も細く見えるしめっちゃ大好き。りょうかはこのベルト付きのこのストライプが入ってるやつを合わせました。そしてカバンはエモダの、これねやばいのね、このバッグディズニーとかにもねめちゃめちゃ使えるの。こことここに2個収納があって、で中にも1個ポケットがついてるんですけど、ショルダーにもできて、ほんと何のコーデにも合わせやすいから、服でちょっとバッグ迷った時に絶対に合うっていう魔法のバッグ。めっちゃ可愛くない？このコーデ大好きなの。本当に1日目のコーデがこんな感じです。はい、2日目のコーデがこちらです。じゃらーん、めっちゃ可愛くない？このコーデ見てほしい、超可愛いんですけど、こちらはセットアップです。キャー、あの私セットアップが大好きなんです。でこのこれはスライですね、スライで買ったんですけど、わかる？このデザインがさめっちゃ可愛いので、このスカートもねこのスカート単体で使えるし、上もね上単体で使えるしみたいな感じのセットアップで、これ色がね他にもあったんですけど、多分圧倒的この色が可愛いのね。めっちゃ可愛くない？でちょっと金具がシルバーなんで、シルバーのこれマークジェイコブスのバッグになってます。めっちゃ可愛くない？去年買ったんですけど、結構あのインスタでもどこのですかって聞かれること多くて、マークジェイコブスのバッグでーす。
これにロングブーツとか合わせてもね、本当に可愛いんですよ。セットアップだと割と結構かしこまっちゃうイメージとかカチッとしたイメージなんですけど、これはね本当カジュアルなのでどこにでも着ていけるような可愛いやつ。でこれね、実はスカートを M 買っちゃったんですよ。結構長くて、ほらスタイルもめっちゃ細く見える。2日目のコーデです。多分今時期だとねちょうどいいかなって思います。なので皆さんぜひサイトで買った方が多分もう店舗はないと思うので、ぜひサイトでチェックしてみてください。はい、3日目のコーデでーす。ティーン。3日目はですね、ちょっと韓国っぽい感じのコーデになってます。で今日はこれにスニーカーを合わせてカジュアルに着てました。まずこのスウェット、まあまあまた水色って感じなんだけど、本当にね水色が大好きで、これはガニーっていうブランドのトレーナーになってます。めっちゃ可愛くない？この色味がね絶妙なの、可愛いので、スカートはなんと GU です。私ね GU とかねめっちゃ好きなので、GU のものを買ったらだいたいずっと履きます。このスカートももう何回も履いてて、 TikTok とかでも履いてるんですけど、やっぱ使い回しが効く、可愛いコーデにもカジュアルにも合わせられる。ちょっと最近 GU 韓国売りでありがたいなって感じです。帽子はまあこの普通の帽子はい。でこのカバン、これはいただきました、もらって使ってる感じのバッグになってます。はい、こんな感じです。今、まあ、寒くないけどちょっと寒いよってなった時はこのエモダのね、このカーキがねめっちゃ、この水色とこのカーキとか水色とベージュの相性がねバチクソいいんですよ。なので寒い日はこうやって羽織ったりして、これで私韓国も行きました。レッツ韓国、多分インスタ上がってると思うのでよかったら見てくださいそんな感じで3日目コーデでした。はい、お次はこちらです。めっちゃ可愛くない？これはなんと下のズボンがねウィゴーです。このね下のウィゴーのズボンマジで見せたくて、ほらめっちゃね細いの、細く見えるっていうかウエストが細くて超可愛いの。このちょっとね高見えする感じのデニムで、上のこの白とめっちゃ合ってるって思って、これはインスタに載せたんですけど多分ブランドを載せてないかな。この上のジャージは NBB ウィークエンドっていうところで私が一目惚れしてゲットしました。めっちゃ可愛い。動きやすいので旅行とか移動の多い日、結構地方に行く時とかに着てます。この間とかもイベントの入りとかでちょっとゆったりした格好で行きたくてこれを着て行きました。こんな感じです。可愛くない？こんなキモいな、キモいで、まあキャップとかねかぶっても可愛いし、こんな感じで私はカチモリヘアに合わせました。めっちゃ可愛いこれ。とにかくこのデニムが大優秀なので皆さんぜひウィゴーでチェックしてみてください。上のねこのここのお洋服のブランドもトレーナーとかいっぱいあってまだまだ届くと思うのでお楽しみに。めっちゃ可愛くない？でも大体打ち合わせの日とか、これ韓国で買ったキャップなんだけど普通にこうやってキャップとかかぶって打ち合わせ行ったりとかしてます。これ韓国で買ったのめっちゃ可愛いよね。めっちゃ愛用してるので多分街中でこのキャップ見つけたっけ、多分量買ってすぐ分かっちゃうなって思って、皆さん探してみてください。この帽子かぶってる人いたら私ですすいません。はい、5日目かなのコーデです。じゃん、こんな感じです。めっちゃ可愛くない？今日すごいゆるゆるなんですけど、今日はスライコーデです。まずこの帽子、これスライで買いました。黒のこういうステッチが可愛いキャップになってて、で私実はですねロンティーが大好きなんですよ。ロンティー大好きマンで、このここの袖のねこういう感じとかこっちの感じとかがマジで好きで、この青と緑の組み合わせもかわちいなんかこれ恥ずかしいわ、
なんかさ、撮ってる時のテンションはいいんだけど、後で見返すと本当に恥ずかしいんですね。まあいいよね。後から見返してる自分、気をつけようね。で、このね、下のこれめっちゃ可愛いんだけど、このズボンもスライで、なんかあのマネキンさん海外の方がこうやって合わせてたんですよ。めっちゃ可愛いと思って、待って、マネキンさんって何で合わせてて、なんかこのグレーの色味さちょっと違うからあれと思ったんだけど、これまたちょっとここがふさふさになってんの分かる？可愛くない？でこう合わせてちょっとゆったりみたいな感じです。でこの何このね、あのバッグは巾着式になっててめっちゃ可愛いんですけど、アレキサンダーワンのめちゃめちゃ前にあの奮発して買って、もうずっと愛用してます。大奮発しました。こんな感じです。こういうちょっとなんかオフの日にするようなコーデは基本 SNS に載せてないなと思って、多分初公開、休日はこれもこんなんでお出かけしてます。新宿のルミネとか渋谷のマルキューとかにいます意外とその辺いんのかって感じだと思うんですけど、こういう感じです。てかこのロンティーとこの黒がめちゃめちゃ合ってて可愛い。カシャカシャカシャ、すいません。はい、そして今日はこちらのコーデ、あのね、なんと喉をやってしまいました。ハスキーオリタですということなんですけど、このねジャケットめっちゃ可愛くて、もうとってもね来ました。今シーズンこのアンブロとマウジーのねコラボレーションになってるんですけど、めっちゃ可愛くない？でこの種類は私ニットも買ったし、ユニフォームっぽいトップスも買ったし、めっちゃ買ったんですよ今季。その中の一つ、アウターとしても着れるし、今の季節でもなんかずっと着れてる。やっぱまだ夜とか寒いし、これぐらいあった方がねいい。で下はこれはどこだっけ、スライで買いました。スライのこういうちょっと下げようかな、はい、こういうスライのグレーのズボンになってて、これはカーゴっぽくなってて、なんかいろんなのに合わせやすいなっていう感じです。めっちゃ可愛い。このボトムもいろんなのに合わせやすいし、結構ラフに買い物とか友達とご飯行く時とかにこれめっちゃ大活躍でした。死ぬんだけど。はい、最終日です。もう最終日来ちゃったって感じで、他にも紹介したい服があるのにどうしようっていう感じなんですけど、こんな感じです。ヨウカのこれ最近のお気に入りのお洋服なんですけど、まずこのトップスがね、メゾンスペシャルっていうところのトップスで、バッカ可愛いんですよ。タラーン、タラーン、タラーン、メゾンスペシャルさん、私大好きなんですこんにちはこれにはマジでグレーが合うって思って、カーゴ系のパンツとかとインスタを合わせてたかなと思うんですけど、これスカートもね合わせてます。こんな感じです。このスカートはですね、マウジーで買いました。めっちゃ可愛いんだけど、ここのチャックを開けると全開になっちゃうんですよ。もうここを下ろすと、もう中身が丸見えみたいなスカートになってます。で上のね、さっき着てたジャケットなんですけど、このジャケットもマウジーでめっちゃ可愛いのね。だからこれを一緒に着るとなお可愛いっていうな感じで、このジャケットお気に入りなの。今年めっちゃ着た。でも最近はあったかいからちょっともう着れないかなっていう感じなんだけどね。このね、本当にトップスがお気に入りすぎて、今年っていうか最近結構着たなっていう感じです。はい、ということで、終わり？終わっちゃった！一週間コーデ、他にも本当に、これ着たいよーみたいな服がね、いっぱいあったんだけど、まだ出せてないのとかもね、実はいっぱい家にあって、りょうかんち、次々お洋服が届くんですね。なので、またインスタにも今載せていってるので、皆さんよかったらチェックしてみてくださーい。ということで、参考になったかな？どうだろう？でも結構ブランドとかは言えたので、よかったらチェックしてみてください。なんか全部真似しなくても、どれか一つ持っておけば似たようなトップ
ックスとかボトムとかバッグとかで似たようなコーデが作れると思うので、ぜひこれからの季節のお洋服に参考にしてみてください。はい、ということで今日の動画はここまでです。2時間ぐらい撮ってたんじゃないですか。ということで、りょうかちゃんの服かわいいな、真似してみたいなと思ったら高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。